パース定規で雑に書く？高速手抜き背景の書き方講座。皆さんこんにちは、ゆきのこです。女子のゆきんちです。この動画は、この書くのが面倒くさそうなビル街の漫画背景をパース定規を雑に使って書く講座だよ。うえー、大変そう。でも締め切りまで時間ないから2時間くらいで、急いで書いてね。2時間くらいで、うえー、なんてこった。こいつは普通に書いてちゃとても間に合わない。というわけで早速全力で時短しつつ進めていきます。それで、どうやって早く雑に背景を描くの？何かコツとかあるの？それはね、線画をなるべく描かないで描くことがコツだよ。具体的にはこの長方形ツールの、線と塗りを作成を多用して描いていくよ。設定はこんな感じ。ここをオンにすると線と塗りが両方描画されるよ。このツールで背景を描くのを、描けるの？実はパース定規はペンだけじゃなくて、図形ツールもスナップできるんだ。普通にペンで長方形を描くと、4回ストロークしてバケツ塗りしなきゃいけないけど、長方形ツールなら一発で線画と塗りができる。つまり理論上、5倍早く描ける、はずなのだ。ほんまか？ほんまなのか？さあ実際に描いてみよう。まずはパース定規の設置だ。使うツールは定規ツールの中にあるパース定規ツール。好きな2本線を引くだけで消失点を決めてくれる優れものだ。今回は3点透視図法で描いていくよ。3点透視図法で自然な画面の漫画背景を描くコツはいろいろあるんだけど、ひとまず画面内と周辺には消失点は1つまで、残り2つは画面の遠くに配置すると大体良い感じになるよ。互いの消失点が近すぎると、画面がダイナミックになって背景が主役みたいになっちゃうもんね。定規を設置したら、長方形ツールで試運転しつつ、雑に描いてみるよ。おー、適当に描いてるのにぐんぐん建物になってくー。雑にやっても少ない手数で立体をガシガシ描けるから、ビルとか建物のラフの初期構想にぴったりな描き方だよ。試しに描いてみて、何かイメージとずれるので、パース定規の方を修正することにしました。この時点で気づけるのは便利だね。最終的に、今回の背景では、奥行き方向の消失点を画面下のすぐ近くに、横方向の消失点を画面左の遠くに、高さ方向の消失点を画面上の遠くに設置したよ。さあ今度こそ描き始めるよ。実際の作業を10倍速でご覧ください。まずは近景から描くみたいだね。駅前の繁華街っぽいものをイメージしてはいますが、基本何も考えずガシガシ描いていきます。右下のは歩道橋かな？多分そう。この時点ではマジで何も考えてない。おー、ビルの広告看板がみるみる描かれていくよー。この描き方の良いところは、何も考えなくても、パース定規さえ設置してしまえばそれらしいものが描ける点です。そろそろ近景が終わって中景遠景に取り掛かり始めたね。塗りつぶしてあるから、奥の方を描くとき、レイヤーを分けるだけで良いのも時短ポイントだよ。一番奥の方のビルは、全部同じ高さだとダサく見えるので、背の高いものを加湿して、ばらつきが出るようにしてみたりしてます。そんなこんなでラフができました。ここまでで10分くらいです。おー、素早くそれなりのものになってるね。でも丁寧にやるのはここまで。ここからはかなり雑に描いていくよ。ここまでも結構雑だったんですが。さっきのラフから歩道橋を描き足したよ。階段のパースはちゃんとパース取るの面倒くさかったから、目見当で長方形を変形したりして、それらしい感じに描いたよ。露骨に雑になってるー。でもその割にはそれらしくできてるね。なんていうか周りのパースが正しいと、目見当の精度が上がるんだ。それに絵は製図のテストじゃないから、全体がそれらしく見えれば十分だよ。特に画面に占める割合が小さいものは適当でよし、正しいパースにこだわりすぎないのも、上手なパース定規の使い方だよ。なるほどー。パース定規を使うつもりが、パース定規に使われるみたいになったら本末転倒だもんね。パース定規は機械的でとっつきにくいけど、上手に使えばとても便利なので、皆さんもそれぞれパース定規と仲良くできる距離を保って使おうね。こいつー、言ってるそばからパースガン無視で階段をコピペしてやがるー。次は最初のラフを少し修正します。手前の建物の角が直角で、少しわざとらしいので、角をカットして斜めにします。それに合わせて斜め方向にパース定規に消失点を追加するのですが、階段と海外で新しく斜め方向の消失点を追加するときは、アイレベル上に新しい消失点が来るように注意しましょう。で、できたのがこんな感じ。おー、一
気にそれっぽくなったね。それでこのラフを元に線画を描いていくの？いや、線画は面倒くさいので、このままラフの上から直で仕上げ作業に移ります。ラフの上から直で仕上げを、正気かき様。正直パースさえ合ってれば、あとは仕上げでどうとでもなるんだよね。ビルの窓は大きく張ったグラデの上から、白地の長方形を重ねて描いているよ。窓を線画で描いて、一つ一つ選択してトーン貼って、とか面倒くさいからね。なるほどねー。結果が同じならまあ端折ってもいい気はしちゃうよね。はい、それで描き進めてこうなりました。広告の看板も、窓の上から白地の長方形で描いているよ。ラフの上から描いてるのに全然大丈夫そうに見えるね。他のビルの窓や看板も描き進めてこんな感じ。反対側も同じように進めて、空と街路樹も描き足しました。線画を描いてないとは思えない仕上がりだ。さすがに長方形で描いたままだと線画が一様すぎるので、光が当たりそうな部分の線画を削って、自然な立体感が出るように最低限の手を加えているよ。最後に円形の線画を空気遠近法っぽく白いトーンで淡くして、完成です。全部込みで2時間20分かかりました。かかった時間と手間の割にはなかなかそれらしいものになってるね。漫画背景ではあまり見ない描き方だけど、カラーの背景マンは普通にこのやり方でよく描くからね。実際やってみるとすごく早く描けるので、皆さんもぜひ一度このやり方を試してみてください。まあ漫画背景めっちゃ上手い人はこんなやり方しなくても十分早いと思うよ。この背景の作画の全工程もそのうちアップするので、よかったら見てください。感想やコメントもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。